あら、ボールは足につかないか。いや、ボールが止まったことで自分のさばける位置に、そして左足、高木和正、同点、蒲田まで讃岐、雨が幸運をもたらしてくれました。原の突破からですよね。いやー、原も高木のもとに、そうですね、藤井が多分対応してたと思うんですけどね。止まったボールに、はい、ちょっとボールをね、目測誤ったというか、それをね、原にボールを奪われて